ラプソディ第2番 SZ8990BB96 は、バルトークベーラがバイオリンとピアノのために作曲し、後に還元楽伴奏に編曲した楽曲。作曲は1928年で、還元楽編曲は1929年に行われた。還元楽伴奏版は1935年に、またピアノ伴奏版は1945年に改訂されている。 曲は1937年に結成2年目のハンガリー四重相談で第1ヴァイオリンを務めることになった聖形ゾルターニェと検定された。第1番とこの第2番のラップソディは異色によらないバルトークの純粋に個人的な理由で書かれたものであるらしく、2作品の存在はいずれも書き上がるまで誰にも知らされなかった。イイによると1928年のある日、 バルトークとあった、彼は、ちょっとした、会話の後で、突然サプライズがあると告げられたのだという。二つのラプソディの原稿が出来上がっていて、まだ誰にも見せたことがないというのである。一つは、あなたのため、もう一つは、ティのためです。とバルトークは言った。限定して欲しい方を選んで構いませんよ。整形は、第二番のラプソディを選んだ。二つのラプソディは、 農夫の歌を素材とした作曲法の恒例となっている。これは、バルトークの述べるところでは、既存の旋律をとって、そこへ伴奏に加えて、導入部や集結部を付け足すなどするのであるが、新しく作曲された箇所は目立たせるべき、民謡素材と決して競合することのないよう、副次的役割や弦に抑え込まれる。ラプソディは環級の楽章が、 タイになった人気の高いハンガリーのダンス音楽、ベルブンコシを用いているが、1904年のピアノのためのラプソディがこの先例となっているほか、あとの1938年にコントラスの第一楽章で再び採用することになる。作曲者自身により、両ラプソディの各楽章は独立に演奏しても良いとされている。急速な第二楽章だけでなく、 より厳粛な感情学賞にもそれは適用される。開始部のラス学賞では3つの主題が、ロンド形式もしくは5つの部分からなる、下極形式で並べられている。主な調整は2単調であるが、5度の音階が強調されることにより一種の胃腸のフリギア戦法であるかのように思わせる。学章は胃腸のカデンツで閉じられ、少し休んで次の学章へ続くように指示されている。 ラプソディ第1番と同じく、続く、フリス学章は7つの民謡由来の主題が、呪術なぎのように形式ばらずにまとめられている。主題のうち6つは、トランシルバニア地方のジップシーによる、フィドル部局で、残る1つは、マラマロシュ地方、セクランスのルーシ人の部局から取られている。これらの7つの部局が様々な早いテンポで13の部分に分けられ、 無給道風に提示されるような印象を与える。学章は、都庁で開始するものの主として二丁に根差しており、二丁で集結する。バルトークは1929年に出版された初版の決備部に不満を持っていたらしく、7種類もの差し替え版を作成した後、そのうちの一つを最終版として出版している。注釈出典。ありがとうございます。